樹木に生えた、身近なコケコケ植物の仙類とコケ類に、地位類が混じる、コケした、石段苔、ケ。コケは、地表や岩の上に生いつくばるように成長し、広がるような植物的なもの。競技のコケは、コケ類、仙類、ツノケ類の総称として、コケ植物を指すが、コケはそれに加え菌類と藻類の共生体である、地位類や、一部のごく小型のイカンタバ植物や、 藻類などが含まれる。語源は木毛にあり、もともとは木の幹などに生えている小さな植物の総称だったとする説がある。自生している、または栽培されている苔は日本などで干渉の対象となるほか、岩竹など食用の苔もある。苔は日本庭園や盆栽で利用される。地面一面に苔を生えさせた裁縫地などを庭園のほか、 多くの苔が自生するオイラ瀬渓流、白谷雲水橋などは観光地として人気が高い。日本では蒸気2カ所にハックの池など北八ヶ岳山麓を加えてモスツーリズムの三大聖地と称されることもある。屋上緑化にも使われる。在来種を生かせる上、他の植物に比べて軽量で管理の手間が少ない利点がある。 庭園作り以外でも苔は単独あるいは他の植物と一緒に盆栽や苔玉として栽培される。日本には約1700種の苔が生育しており、この中には直径数センチメートルのガラス瓶内で栽培できるものもある。水苔類は吸水、保水性が良い。このため梱包材やスポンジ、脱脂綿の代用、女性の生理用品や止血剤などとして用いられた。 苔は乾燥に強いが高温の群れに弱い。暑い日中の水やりが苔を蒸らすことになり、苔の生育を阻害するので避けるべきである。夏は苦手で冬は強いので、秋に苔をまいて来年の春までに大きく育てるのが良い方法である。強い日当たりの場所は苔は弱る。やはり半日陰で苔はよく育つ。木陰を作ってやると良い。 水やりは夕方にたくさんやる。水はけを良くする。風あたりの強いところは苦手なので、冬よけを設ける。落ち葉を取り除く。光合成ができなくなり、生育を阻害する。小型な植物は往々にして、苔の名を持つ。仙体類は当然であるが、地類の和名も、苔を使う。それ以外のものでは、以下のような例がある。また、動物でも、 気質ううような固着性のものもに苔の名を持つ例がある苔という漢字が日本に伝わった当時は苔を主にもう指す言葉として用いられ、苔については、つたという漢字が当てられている歌もある。苔は岩や地表が長く放置された時に生え、耕すなどの攪乱が行われていると育たない、との認識がある。例えば、 コケムスという言葉はその状態が長く続いてきたことを示す。これは善悪両面の受け取り方がある。転積コケムサズは腰を落ち着けて長く一つのことを続けないと成果は上がらないという意味のほか活動を続けている人は古びないという意味にも使われる。英語では A ローリングストーンギャザースノーモスでイギリスでは前者の意味で使うがアメリカでは 後者の意味に使う。岩に苔がむす様は、悠久な時間を示す意味で、日本の国家、君が世の歌詞で言及される。古い墓石についた苔を掃除するという意味で、母山や墓掃除を、草苔と称することがある。苔の花言葉は、母性愛、信頼、孤独、物思いである。苔の名所従戦、日本経済新聞長官年月日。 別釣り2018年6月1日閲覧。コケムス自然歩いて楽しむ。三大聖地薬島、北八ヶ岳、おいらせ、地元団体などが、ツアー初心者でも気軽に満喫。日経 MJ2018 年9月24日。コケ屋上緑化に最適、軽くて管理作業が良い。日本農業新聞2019年8月12日。今風、水曜日。 苔で作る森のジオラマ読売新聞夕刊2018年5月30日松本優子誰も知らない赤毛の案によれば案は苔をロマンティックなものとして見ているという古い土のそばの苔の生いた窪地で弁当を広げたりままごとの家の椅子に苔蒸した石を使ったりしているウィリアム・ワーズワースは片山里との乙女でルーシーを 苔むした岩陰に咲くすみれと歌っている。物理学者の墓を訪ねて考えさせられること、東洋経済オンライン2019年8月4日、閲覧。ありがとうございます。